香川県仁尾町、現在の三豊市仁尾町で昭和56年、1981年、新しいエネルギーの開発を目指したサンシャイン計画が始まりました。これに合わせて仁尾町では仁尾太陽博覧会も開催されています。晴れの確率が高いはずの仁尾町ですが、博覧会初日は雨となり、関係者は傘を差してテープカットを行いました。サンシャイン計画は1973年に起きたオイルショックをきっかけに、石油に頼らないエネルギー政策を模索するため、国の工業技術院が発足させたものです。仁尾町の海岸べりにはびっしりと敷き詰められた平面鏡で反射した太陽の光を巨大な集光タワーに集める発電装置と、曲面鏡とパラボラミラーを組み合わせた発電装置が置かれ、それぞれ実験が行われました。期待された太陽光発電でしたが、その発電量は予想を大きく下回り、装置は4年後に惜しまれながら解体されました。